イラストの推しのプリントが余ったので、こちらを使ってガラケーキーホルダーを作ります。まずはイラストの裏面にホワイトシールを貼って形に合わせてハサミで切ります。有機性レジンで携帯を作りました。本体はアメジストとヤベーコなブルーベリー、ボタン部分はフラットで着色しました。モモンガは表面だけレジンでぷっくりさせました。今回はたくさんビーズを入れてみました。モモンガも入れてレジンで縁を塗ってフィルムを乗せます。ブラウンもとコーティングしてキーホルダーにしたら、モモンガのドット絵だらけ完成。ドット絵がすっごくかわいい。ピッピピクセル様のホームページに他のチーカーキャラのドット絵もあるので、よかったら YouTube のたまごっち風キーホルダーの動画も見てみてね。見てくれてありがとうございました。今回はグミのトレーを使います。モモンガの型にレジンを流してアクアマリンで着色します。硬化しました。割れないようにゆっくり外します。綺麗に外せました。アメちゃんっぽくってかわいい透け感。次は使ったアメリンバッグ、虫とビーズを入れたら簡単アメちゃんキーホルダーの完成。マチがあまりないから大きいものは入れにくいけど、簡単にキーホルダーが作れるからキャンディーバッグぜひ買ってみてね。見てくれてありがとうございました。樹脂粘土ブラウンでチョコレートを作ります。まずはよくこねて型に入れて形を整えます。裏面はこするように撫でてあげると指紋がつきにくいです。こんな感じでできたら、セリアのロリポップスティックを刺して固まるまで放置します。固まるとこんな感じで少し縮みました。ちょっとムラはあるけど、マットなチョコっぽさが可愛い。少し長いので棒を切ります。軟質カードケースでチョコを入れる袋を作ります。作りたいサイズより少し大きめにカットします。表面と裏面の2枚ができました。まずは底とサイドを接着します。カードケースを2枚重ねてクッキングペーパーで挟んでパウダーをかけます。私は120度で3秒くらい当ててるよ。温かいうちに定規を当てると綺麗につきます。ウェーダー以外の3辺を閉じたら、棒を刺す部分を穴開けパンチで開けてあげます。最後に上も閉じて余分な部分をカットしたら、モモンガのチョコレートキーホルダー完成。簡単にリアルなチョコが作れるから、よかったら試してみてね。見てくれてありがとうございました。今回はマスキングテープを使ってキーホルダーを作ろうと思います。私は絵心がないのでマステを貼って推しネイルをするのですが、今回はレジンに初チャレンジします。まずはファイルやネイルペーパーなどの剥がせるものにマステの推しを貼って、形に合わせてデザインカッターで気合でカットします。こんな感じでカットできました。今回はお花のクリアの枠を使います。セリアのホワイトシール用紙を目打ちで内枠に合わせて型取ります。ハサミでカットしてマステを貼るとこんな感じでできました。今回はこちらのセリアの布を後ろに貼ったら、モモンガのお花シェイカー完成。布とレジンの間に少し気泡が入っちゃった。ちなみに爪にもマステを貼って推しネイルにしたよ。簡単推しネイルもやってみてね。見てくれてありがとうございました。今回はセリアのミラークシートを使ってキーホルダーを作ろうと思います。こちらのシートは DIY コーナーで見かけました。クローゼットめちゃくちゃ映ってますが、こんな感じのシート状になっています。ハートシェイカーの外枠を作っておいたので、目打ちで跡をつけていきます。ハサミで跡に合わせてカットしていきます。簡単にカットできました。息を返し続けてあげると綺麗に切りやすかったです。ぴったりサイズ、表面の保護シールを剥がしてハートクリアの外枠にレジンを塗ってミラーを乗せて硬化します。少し歪みや傷もあるけどクリアハート可愛い。裏面はオーロラデザインシート、形に合わせてカットしてキーホルダーを仕上げたら、モモンガのミラーキーホルダー完成。ミラーシートメインでシンプルにしました。モモンガは裏面を手書